続く第2試合、3年生はマネージャーも入れて3人の屋久島が夏の甲子園19回出場の湘南に挑みました。1回、屋久島は2アウトながらランナーを2塁に置くと4番黒飛び。いきなり先制点を奪います。2回にひっくり返された屋久島は4回、湘南打線が爆発。2番手としてキャプテン3年生の平川がマウンドに立つも、この回一気にリードを10点に広げられます。1点取らなければ試合が終わってしまう5回、ここでもう一人の3年生トキが打席へ。3人の3年生でチームをまとめてきた屋久島、4年ぶりの1勝を手土産にふるさとへ帰ります。キャプテンだったんですけど、まあ、頼りないところがたくさんあって、まあ、この1年間は本当にこの2人に支えられて頑張ってくれたので、14人みんなで、まあ、全力で戦い抜いたんで悔いはないです。